オストラインスブルク城、近いようだな。凄まじい邪気だ。これ以上近づけば邪気の種子が暴走しかねないが、そこにいるのは何者だ。俺はジークフリート・シュタウフェン。かつて、いや、今は時間がないんだ。もしオストラインスブルク城を目指しているならば頼みがある。背に負った巨大な剣、かなりの使い手のようだが、装備の級ということならば聞こう。ありがとう。城の中に囚われている人たちがいる。彼らの命がかかっているんだ。この地図を、隠し通路を抜けた先に地下牢がある。信じよう。君はどうする。俺は少しでも遠くへ行かねば。事情は聞かない。達者でな。やむを得、白豪符を使うとしよう。反動が来る前に急がねば。大声を出さず早く行くんだ。右の回廊の先にある床の穴が抜け道になっている。かたじけない。さあ、お前も早く逃げるといい。私はこの通り、奴らの拷問で足が動かぬ。むごいこと。ならば俺の背につかまれ。そこまでにしてもらおう。大事な餌をどうするつもりだ。貴様が彼らを閉じ込め苦しめた悪か。この男、かつて手合わせをした覚えがある。よもや邪剣の使徒だったとは。逆に問おう。彼らを閉じ込めてどうする。魂の質を高めているのだよ。我らの王が復活を遂げるには良質な魂が必要だ。ただ生きているだけでは魂を磨く機会がないのでな。さまざまな圧力をかけている。憎悪、苦痛、快楽、飢餓、どのような試練がより贄としてふさわしい魂を作り出すのか、まだまだ手探りの状態でね。逃がされると少々困る。聞き見せぬことまでよくしゃべる、この外道めが。略奪に走る傭兵崩れや雑魚ばかりを刈り取る下等なイビルよりは良心的なつもりだがね。と言っても無駄だろうが、仕方あるまい。安心しろ、命は奪った。バトルフリー。
ファイト。やはり素晴らしい逸材だ。実に良い。腕前は無論のこと、その心の中にある闇が、俺の心に闇があるだと。誰もが心の中に深い闇を抱えており、時に正義の顔をして現れる。貴殿のような方は自分で気づくことはできないかもしれないが、だが我らが王ならば、その扉をすぐに開いてくれる。貴様が王と仰ぐ存在とは、新たなソウルエッジの扱い手か。青騎士は一度敗れた後、復活を遂げたのだ。貴殿も先ほど哀れたのではないかな。俺が青騎士だと。まさかあの若者が。我が王は気まぐれでしてな、時々はやってどこかへ出かけてしまう。だがその悪癖もじきに収まる。所詮は発作のようなものですからな。さあ、勝者の権利だ。こいつを連れて行くといい。この城はイビルの巣窟。急ぐことをお勧めする。先に逃げた者たちもしっかりと保護してやってはいかがかな。さもなくば下等のイビルどもに狩られてしまうかもしれませんからな。卑劣な。我々はいつでも貴殿をお待ちしています。正義の使者ファン・ソンギョン殿。どうだ、動けそうか。わずかだが歩ける程度には。なぜ敵国の私は助けた。戦は互いの正義をぶつけ合うがゆえ、善悪の計りの性質も変わる。だが今は戦の場ではない。だからお前も助けるべき者の一人だ。甘い考えだ。だが感謝する。まずいのは、俺が生きていると知られたことか。